この後公演があるので少しだけ配信をさせていただきたいと思います。こんにちは。今帰ってきて今帰ってきて、その前にちょっとアイスを買ってきまして、それでアイスを片手に帰ってきたら、あれ12分配信できるくねって思って、ちょっと12分だけ配信したいと思いますただいま。見てほしい、これすごい美味しい。そう、めっちゃ暑い。そうなの、もう暑すぎてるわ、くてくて、すごい疲れました。今日はなんか楽しかった疲れなんかすごいおしゃべり会楽しくて、ずっとね、多分私からあんまり発さない規制をずっと上げてた感じでそう、常に私は規制を上げるタイプじゃないんですけど、ずっと規制を上げてたと。ありがとうありがとうあ、ちょうど買った。そう、なんかね、本当にこのアイス1個しかなくて、そのコンビニに。そう、すごい美味しいんだよ、これ。みんな食べてみてね。今食べてました。そう食べてたんだけど、そんな中ちょっとだけ配信できるから、ちょっとだけしたいと思います。お家に帰ってきました。本日はありがとうございました。本当に今度食べてみる。ぜひ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 。一昨日食べた。え、今人気なやつなのかな。そう、みんなも今日はありがとね。私はこの後公演をちょっと見ながら、お礼のメッセージカードを書いて、それでお礼配信でお礼をして、それで、そうですね、本日はイソベルアの活動は終了ですその後にちょっとやるべきことがあるので、それをやってって感じです。配信面白かった。え、本当にありがとうね、はるなちゃんと配信しました。楽しかった。そう、なんかちょっと隣が後輩ちゃんって、ちょっと私どういう立場で会話していいのかっていうのが結構戸惑ってたんですけど、でもなんかすごいすごいなんか褒められちゃった。めっちゃ嬉しかったけど、なんか、いや、すごい、ルアさんが、ルアさんが、みたいな。ありがとう、ありがとう、嬉しい、嬉しいって。ちょっと、嬉しすぎて逆に恥ずかしくなったんですけど。はい、ありがとうございました。そう。嬉しかったです。ね、今日なんか、ちょっと、画面がね、見えなくなった。画面が暗い方でおしゃべりできなかった方も結構いて、結構って言ったらちょっとなるかもしれないけど、ちょくちょくいて、ちょっとね、思うように会話ができない時もありましたし、あと最後の萌えキュンゼリフのところ、ちょっとちょっとそんなに皆さんキュンキュンしてもらえてないなーと思って、私のせいなんですけど、そう、ちょっと私に萌えキュンゼリフは多分あっていなかったですなのでちょっとね、そう、ぜひ今後ももし不具合があったらお問い合わせしてみてください。仕事中だったけど、なんとか会えてよかった。うん、ありがとうね。めっちゃ楽しかった。もうね、初めましての人とか結構いて、で、そう、パフォーマンスに惹かれてとか、そういう方も結構いて、嬉しかったし、完売した部とかもあって、そのね、人数とか見れたので、どのくらいの方が応募してくださったのかなと思って見てみたら、結構ね、その完売した部が結構思ったよりの方、思ったよりも多く皆さん投げてくださってて、
そう、嬉しかった。完売の部は本当に結構人数いて、そう、なんか一人二人くらい喋れないのかなと思ってたら、落選してる方がちょっと思ったよりもいてびっくり。そうでもすごいありがたいことだなって思ったし、うん、ありがとうございます。いや本当に楽しかった楽しかった、ありがとうね。楽しかった。お祝いで今アイスを食べてる感じ、もうずっと、てか今日ずっと食べてる、ごめんなさい、さっきも食べてたのにさ、うん、ね、1分短かった。そう短かった。新潟暑い、え、今暑くなってきたんですよ今日ね。これ私服なんですけど、私服にセーターティーなの、これすごい組み合わせで帰ってきちゃったね。噛み切れなかったお肉、そう、あれなんで噛み切れなかったかというと、あの新しく矯正を変えて歯とかを削ってね、また改めて矯正をつけたので今すっごい歯が痛くてそれでそう、なんか噛めないんですよあんまり。そのせいでローストビーフが噛めなくてでもあの場所で言うわけにはいかないなと思ったから、そう、だからこういう溶ける系が好きですそう、もうちょっとでルアちゃんの矯正生活は終わりっぽいです。そう、ずっとほっぺ、そうずっとほっぺに入ってたの。そう、ナイフとフォークね、あったらよかったけどそんなオシャンティーな感じなかった。グミはいけます、硬くなければ。うん、ってことでありがとうみんな本当にね。久々のおしゃべりが楽しかった。エルワもさん、たくさん元気をもらえたので、また明日からも頑張れそうです。みんなもね、私がパワー与えられてるかわからないけど、パワーを与えられて、また明日から頑張ろうって、もう元気の源になってれば嬉しいです。毎日配信600日おめでとう、ありがとうってことで、あと3分ですので、はい、公演まだあと3分ですよね。スクショタイムいきたいと思います。ありがとう、急遽ちょっと急遽配信しようと思って配信したんです、すいません、急遽ありがとうございました。それではお礼をさせてください。13位タロシ、ありがとうございます。12位あずき氏、ありがとうございます。11位かかみ氏、ありがとうございます。10位サバサンド氏、ありがとうございます。9位ビールバラ氏、ありがとうございます。8位山田のピクチャー氏、ありがとうございます。7位ヒロ氏、ありがとうございます。6位上ちゃん氏、ありがとうございます。5位極楽氏、ありがとうございます。4位あきよっちゃん氏、ありがとうございます。3位いちた氏、ありがとうございます。2位かきひこ氏、ありがとうございます。そして1位はちゃか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 ぽいまゆげ氏です。ありがとうございました。まゆげ氏ありがとう、名前が戻ってる。まゆげにゃんありがとうね、うん、ありがとう。ということでこの後は公演です。皆さん見ましょう、私も見ます。みはるさんの生誕祭楽しみましょう今日はねちょっとすごい不思議なところからの配信でした。ちなみに夜はお礼配信なんですけど、まあ一応ね後ろにはこれを貼っとこうと思います。カラフル600カラフル600です。ってことでありがとうございました。またねー、ありがとうございました。また7時50分からかな、会いましょう。